リバルボ落としてシュート、ヤクロ引っかかる、だんだん近づいてきたがシュート決まった、ゴール同点。足が動き出す、縦に入れて大竹、大竹のシュート、話してるというふうに話してましたので、はい、そういった面というのが非常にこのゲームでも見られてますよね、はい、いい取り方しましたね。さあ左足のシュート決まった、左サイドでの展開です。18番の木田、3番の上川です。木田追い越しました、ニアサイドに、ファーストサイドにヘディングシュート、決まりました、2点目が決まった高崎。ここはマイクマが入ってマイボールになった、カヨシザール、そしてルアンが運んでいきながら木田を使う、ザ・オーバーラップ米田が見せますが中に行った、まだある、シュートは来たー。